心豊かな部屋、エビドンさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドンさんの伝統を大切にしながら新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。團十郎号で行く市川團十郎襲名ツアー2022年10月22日。團十郎号で行く市川團十郎襲名ツアーを2022年10月22日土曜日に再興されることになりました。13代目市川團十郎白猿襲名、8代目市川新之助初舞台奉納参拝記念ツアー。奉納歌舞伎について11月の歌舞伎座、11月吉例川見世大歌舞伎、12月の歌舞伎座、12月大歌舞伎で13代目市川團十郎白猿襲名披露、8代目市川新之助初舞台、この公演が行われます。この開幕を前に市川海老蔵と堀越勸玄さんが成田山新勝寺で13代目市川團十郎の襲名と8代目市川新之助の初舞台の奉納参拝を行います。それに伴い新勝寺の大本堂正面舞台で大本壇成田山新勝寺奉納歌舞伎が上演されます。奉納歌舞伎の演目は海老蔵による口上に始まり、雪月花、蜜の眺め、中国を市川海老蔵、堀越勸玄さん、市川ぼたんさんらが披露します。奉祝をなり、成田山参道、成田山大本堂前行列に参列、お練り到着歓迎セレモニー、海老蔵らによる奉納歌舞伎を特別招待席で鑑賞。京成トラベルで10月11日まで募集しています。またまた宣伝ではないですが、こんな機会またとないチャンスですので、ぜひとも参加できる方は参加してみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。